本のまあ7割8割ぐらいは YouTube になるんだなっていうことを強く感じましたので、どうすれば本売れるのかなってこう考えた時に、最近ちょっと思ってるのは、こんにちは、戸田悟です。今日はちょっと思考を変えてですね、まあ僕の本業っていうのもあるんですけれども、本来の仕事であるビジネス書作家の視点でちょっと僕としては深刻な内容を、皆さんにとってはまあもしかすると楽しく聞いていただけるかもしれませんけれども、内容をお届けしたいと思います。昨年のですね、そうだな、まあ必死にというか真剣にやり始めたのは5月6月ぐらいから、 YouTube をすでに8ヶ月とか7ヶ月ぐらいやらせていただいてるんですが、そこでいろいろなことが分かってきまして、Yahoo ニュースにも書いたんですが、雑誌が壊滅したから YouTube を始めます的なことを書いたんですけれども、実は僕の主戦場であるビジネス書も、まあもちろん昔に比べれば売れなくなってるわけですけれども、これって YouTube にとって変わられるなというふうにしみじみ感じたので、今回はそのお話をさせていただこうと思います。ちなみにここに並んでる本、僕が書いた本なんですが、これだけではなくて、今までも多分100ちゃんと数えてないんですけど、最低で150冊自分だけで書いた本、協調とかスタッフと書いたのを含めるともう200冊超えてると思うんですが、は本をこれまで書いてきましたし、勘違いしないでいただきたいのは、僕自身本が大好きで、これからもどんどん書き続けていきたいんですが、残念ながら僕の経営している会社の売り上げとして、本はまあ売り上げの重要な手段としては見込めなくなってきたかなと思っていますし、僕が書いた本も昔のように売れることはないと思っています。で、その理由っていうのがですね、僕は本ってダメになるときは電子ブックになるのかなとずっと思っていました。で、雑誌がダメになったのはもうおそらくウェブに食われたからと、皆さん情報をウェブで見るようになったからと、これはまあ間違いないと思うんですが、本って雑誌とちょっと違うのでウェブに食われることはないと思っていました。もちろん一部はもうウェブに捉えちゃってると思うんですけれども、まあ、全部がウェブに捉えることはないと思っていましたし、実際にも捉えていないと思っています。だからまだ雑誌ほど単行本は影響がないわけですけれども、ただ自分で YouTube をやってみて思いました。全ての本じゃないですよ。僕らの主戦場たるビジネス書とか、もしかすると小説もそうかもしれませんけれども、本のまあ7割8割ぐらいは YouTube になるんだなっていうことを強く感じましたので、その理由を紹介していきましょう。まあ、雑誌がダメになったっていうところからちょっと振り返りたいんですけれども、昔はですね、映画行くために雑誌買ったんですよ。テレビの番組表を見るためにも雑誌買ったんです。中古車を買うためにも雑誌買いましたし、賃貸住宅探すためにも雑誌を買いました。そこには情報が載っていて、それを調べて申し込んだり買ったり映画に出かけたりしたわけですけれども、ほぼそれらの雑誌はなくなり、全部ウェブに変わりました。旅行のガイド、旅行の一覧なんかもそうですね。まあ、それは旅行の代理店の前でもらえたものがもうウェブで見るようになりました。ウェブの方が情報的には速報性があって、一覧性があって、本を作るほどではないコストがかからないので、本に比べるとですね、例えば中古車1台1台の情報をバーって載せるときはウェブの方が良かったわけですね。安いですし、そうなるっていうのはもちろんそう、こう分かってましたし、実際そうなりました。ただもっと深い解説は本の方がいいだろうなと思っていたんですが、例えば僕が車を買い替えようとしたときに、昔は中古車買おうと思ったら中古車の情報は雑誌で、カーセンサーみたいな雑誌で見ましたけれども、それがウェブになりました。そこまでだと思ったんですが、ところがですね、車を買い替えようと思ったら車のレビューですね、乗ってどうなのみたいなレビューは、これ専門誌で読んでたんですが、それもウェブのが良くなっちゃいました。なぜかって言ったら、車が走ったインプレッションとかは紙より動画の方が全然いいわけですよ。でさらに、もしかすると本で説明、まあいろんなこういう本がありますけれども、僕が本で説明してきたことの全部とは言いません、かなりの部分がもしかすると YouTube みたいな動画の方がいいんじゃないかなと、実際自分でやってみて実感してます。まあその理由をおいおい話していきたいんですけれども、まずなぜ YouTube が本より良いか、本より向いているか、解説に向いているかっていうお話をしたいんですけれども、まずですね、タッチポイントの少なさっていうのがありますよね。書店がこれだけ減ってしまうと本買うのが大変、そして本を
調べるにしても Amazon とかで買えるわけですけれども、そこで検索して買うよりも、同じ検索していろいろ調べるなら本を買おうというマインドよりも動画見ようとかウェブを調べようっていうマインドの方が上になりますよね。もうタッチポイントがもう少なすぎます。本屋さんが減りすぎた。これでも売れないから結果減ったんで、鶏と卵みたいな話になっちゃいますけれども、まずは本の入手の困難さがあります。当たり前ですけどもね。そして分かりやすさ、文字の解説よりもこの動画も今喋ってますけれども、喋った方が分かりやすいものって非常に多いんですよ。もちろん文字とか図解とかの方が分かりやすいものもたくさんあります。こういう本にもですね、いろいろこう図解が入ってます。こういう図解がいろいろ入ってます。で、図解の方が分かりやすいこともあるんですが、 YouTube もこの辺に載せようと思ったら図解いくらでも載せられるわけですよ。そして文章を読むより語りかけた方が分かりやすいんですね。で、紙の方が分かりやすい、もしくは本の方が分かりやすい、電子ブックの方が分かりやすい、ウェブの方が分かりやすい、 YouTube の方が分かりやすい、いろいろな媒体が増えました。昔は本しかなかった。そこにいろいろな媒体が増えて、どれが分かりやすいかってなった時に、例えばですよ、松下幸之助さんの本があるとしましょう。で、今本屋さんで売っていてよく売れてるとしましょう。素晴らしい本ですよね。で、今その本を買うわけですけども、もしも松下幸之助さんが同じことを彼の声と話で YouTube で残っていたら、皆さんどっちご覧になります？本買う方ももちろんいらっしゃると思うんですが、僕は生の声、彼の喋ってる声、彼が説明した喋りを聞きたいんですよ。その方が、なんていうんですか、分かりやすいし、リアリティがあるし、伝わってくると思うんですよね。そこが違いだと思うんです。もちろん文学とかで本の方がいいものもたくさんあると思いますが、ノウハウに関してはどうやら本よりも YouTube の方が分かりやすいんじゃないかなと思っています。僕の動画をたくさん上げさせていただいている中でも、ビジネスより分かりやすいって声も結構多いんですね。もちろんとっても悲しいことなんですけれども、はい、今までの話は皆さんでもまあご想像ができたというか、どちらかというと読む側の視点の話をさせていただいたんですが、今度作り手からの視点の話をさせていただきたいと思います。まあ、長年本を作るというこの文化というか作法というか業界というかが出来上がっていて、まあ本がこういうふうにできてるわけですけども、 YouTube を作ってみて思ったのが、本って作りづらいなと思ったんですよ。まず本ってこの形で流通してますから、まあ大体そうですね、少なくとも128ページとか、まあ16ページ単位っていう縛りがあるんですけれども、それは製本するためなんですけれどもね、ある程度のページ数とある程度の価格を決まって流通に載せないとダメなわけですよ。ところが YouTube だったら3分の動画でも10分の動画でもいいわけです。で、本ほどまとまった情報が作れないと思いがちなんですが、その気になればなんとかなんとかの動画 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って続けることも可能です。つまり本ってヘビーな内容を伝えることに向いてるんですが、逆に言うとヘビーな内容しか伝えにくい。例えば3分でできる iPhone の使いこなしの技を1個紹介する動画自体はまあ5分か10分かもしれませんけども、簡単というかまあ作りやすいです。ところが本はそれ1個素晴らしいネタがあっても本出せないんですよ。たった3ページとか5ページの本じゃ売りようがないので。ところがその短くてもインパクトのある動画をいくらでも作れるという YouTube には強みがありますよね。本にはそれがないです。もちろん YouTube じゃなくてブログでもいいんですが、ブログとかテキストよりも動画の方が説明が分かりやすいっていうのは最初にお話しした通りです。そしてとっつきやすさがありますよね。本はこれ当然お金を出して買わないと読めません。読むにあたってもちょっとさあ読むか的な、まあ、楽しくて読んじゃうっていうのもありますけれども、さあ読むか的な心構えが必要ですけれども、 YouTube は何気なく見てるだけでもいいと。しかも電車の中でさっと見える。まあ電車の中で最近本読んでる人すごく減って、多くの方が YouTube を見てます。もしくはゲームやってる方もいらっしゃると思うんですけれども、とっつきやすさがある。そしてページ数の制約がない。で、これが僕 YouTube やってみて非常に思ったんですが、とってもロングテールなんですよ。100人の人にしか響かない1本の動画を作っても全然 OK なわけです。例えばこれ本だったら100冊しか売れない本って作れないんですよ。印刷したりいろんなコストがかかったり流通に載せたりいろいろしますから。最低でも例えば5000人は読んでくれるなとか1万人読んでくれるなっていう本しか作れないんです。ところが YouTube だったら10分の動画100人しか見てこられなくても1000人しか見てもらわなくてもいいっていうのを作れます。で、お前なんでそんなこと言って1000人しか見てもらえんじゃ収益としてどうなのっておっしゃる方いらっしゃると思うんですが、
短い動画だったらいいわけですよ。1000人の人しか見てくれない動画を10本作れば1万人、100本作れば10万人の方が見てくださるわけです。で、100人の人しか響かない、例えば本10ページ分の内容だとします。これを100ページ、200ページにして20本、30本の内容にしたとします。でもその本は100冊しか売れないんですよ。当たり前ですけど。でも YouTube だったら100人の人しか見てくれない動画を10本作れば1000人、100本作れば1万人が見てくれるわけです。それしてそれが収益になるわけです。本はそういうわけにはいかないんですよね。ここがですね、作り手側からしてすると最大の、これやってみて僕も分かったんですけども、最大のこれ YouTube 優れたポイントだなというふうに思いました。本ではそれができない、雑誌でもできないですね。媒体の制約がきつすぎるんですね。さらに YouTube って作りやすさがあって、この動画もそうなんですけど、僕決して喋りがもちろん上手いわけではないですし、ちょっと噛んでしまったり言い間違えたりするんですが、その場で直しちゃえばいいんですよ。あ、すいません、ちょっと間違えました、こうですねみたいなことできますよね。見ていただいている皆さんもあんまり違和感ないと思うんですが、本ってそれ許されないんですよ。ちょっと間違えたら全部直さなきゃいけない、でページ数も全部引き直さなきゃいけないみたいな、結構これ作るのヘビーな作業が待ってます。僕も本一冊書くのにかなり早いって言われてますけれども、一冊の本書くのに、書くだけで2週間、でも事前にいろいろ調べたりなんだかんだっていう時間を入れると結構な時間かかってます。 YouTube にはそんな時間は変わりません。撮り直しも極めて少ないです。本の書き直し修正の方がもうものすごい手間かかってます。どうやらその手間のかかりにくさと皆さんの喜びが一致してないと思うんですよ。 YouTube はここまで手間をかけ、もちろんかけてますよ、手間かけてますけど、本ほどはかけていなくても多くの方に喜んでいただいて、僕の動画でさえ、まだチャンネル登録1万人ちょっとの動画でさえ10万人近くの方が見ていただいてるんです。ところが10万人が買ってくれる本を作ろうと思ったら、これは大変ですよね。まあ、YouTube は無料だから適当に見てる人もいるだろうと思って話半分にしたとしても、5万人読んでくれる本作るだけでもすっごい大変です。かかってる人数も違う。まあ、作り手側から言わせるとですね、ちょっと噛んでしまったりミスがあっても許される YouTube の動画の方が作るのが楽、楽だからいいって話をするつもりは全くありません。ただ作るのが楽だとたくさんお届けできるわけですよ。たくさんお届けできるといろいろな方にいろいろな情報をお伝えできるので、別にビューが伸びなくてもいいわけです。100人、30人、もしくは5人の方がすごい良かったって言ってくれれば、僕としてはそれで嬉しいわけですよ。本ではそれができなかったっていうことですよね。さて、まあこういうなんていうかな、杓子定規的というか上から目線というかのをあまり僕言うのは好きではないんですが、まあ YouTube 紙消費しないっていうのはありますよね。置き場所取らないし、も何冊でも本を持って歩けませんけれども、 YouTube だったらいくらでも持って歩いてみられると。まあもちろん通信費は使ってるわけですけども、資源は使ってあまり本に比べると使ってない、まあ、電気とかいろいろ使ってるので、まあ微妙かもしれませんが、で本って皆さんの想像以上に寿命短いんですよ。ちょっと売れなくなるともう棚からなくなってしまいます。例えば1万部売れた本、5000部売れた本、それもそうですね、1年経てももうほとんどないでしょうね、大きい本屋さんにしか。でも YouTube だったら30人しか見てない動画だって YouTube 上には残ってるんですよ。そして後で検索して見ていただけることもあるんです。さて次にクオリティの話をしたいと思います。本って実は編集者っていう方がいらっしゃって、出版社にですね、この人たちは非常に能力が高いです。売れる本を作るために命かけてます。僕ら物書きも命かけてますけれども、編集者も命をかけてます。で本を出すためにはまず編集者に企画を持ち込んで、まあ、もちろん編集者から企画くださいっていう場合もありますけれども、出版社の中で編集会議というものが、まあ一般的にですけれども行われて、行こう、売れそうだなっていうふうになった本が出版されるわけです。本を出すためにはすごい高いハードルをいくつも超えなければいけないのですね。ですから、でさらに届いた原稿を編集者が見て、内容をチェックしたり直したり、ご自殺に直したり、いや戸田さんこの辺ダメだからこう変えた方が本もっと面白くなるんじゃないっていうやり取りの後、本が出されるわけです。だから本っていうのはある程度のクオリティが担保され、本に書いてあることだよっていうだけで説得力があるわけですよ。 YouTube で言ってたよって言って信用してくれる方はあんまりいないと思うんですけども、本に書いてあったよ
ていうと結構な方がああそうなんだっていうふうに思っていただける、本ってクオリティが高い素晴らしい媒体なんですねと思っていたんですが、デメリットありますよね。誰でも出せるわけじゃない。すごいいい情報を持っていてもそもそも東京にいないと出しにくいとか、そもそも出版社とコネクションがないと出しにくいとか、いろいろあります。しかも売れることが前提なので、最初に申し上げたように100人しか見ない本は売れないんですよ。作れないんです。ところが YouTube だったら100人の動画でも作れますし、誰でも動画アップできるわけです。だからちょっと僕自身 YouTube 上にどれだけの動画があるかっていうのは分からないんですけど、ものすごい数あります。下手したらもう何千万動画とか何億動画世界中であるかもしれません。誰でもバンバン動画上げてるわけですよ。だから うぞうむぞうがたくさんあるんですね。ところが編集者以上に見ている方っていうのが厳しいわけですよ。ですから本当に受けていく動画っていうのは本当に面白いとか本当に役に立つ動画しかやっぱりたくさんは見られないし、そういうものしか残って自然にこう淘汰されていく、これが編集者に匹敵する、もしかしたら編集者以上の力を持つのではないかなと思ったわけです。例えば今僕はものすごく出したい本があったとします。僕は売れると思ってるとします。でもある出版社でダメって言われたらもう出せない、で別の出版社に持ってく、もう出せない、別の出版社に持ってく、やっと出せますっていう行為が今まで必要だったわけですけども、 YouTube だったら自分で上げればいいわけです。アップして見てもらえるかどうかで結果すぐ出ます。でたくさんいい動画を作れればたくさん見ていただけるので、その人たちは人気が上がって収入にもつながると、つまり淘汰されていくわけですね。まあ僕詳しい内容見てないので内容自体は分からないんですけれども、中田さんがやっている YouTube 大学に間違いがあったという報道が結構なされていますけれども、あれもそうやってスクリーニングされていく一つだと思うんですね。それによってまた動画のクオリティが上がっていくということだと思います。要するにクオリティがいいもの、内容がいいもの、面白いものとか間違いのないもの、見るに値しないものはやっぱり見られない。本屋さんは違います。見るに値するというジャッジを編集者がしなければいけなかったので、ジャッジしきれなかったわけですよ。でさらに売れるという条件があったわけです。で僕最近本が死につつあるなと思ってるのが、これ業界の内情を話してしまいますけれども、今は新しい本の提案をしても必ずこう言われます。戸田さん、その本、そのカテゴリー他で売れてますか。つまり例えば何でもいいんですけども、企画書に関する本を出そうと思ったら最近企画書の本が売れてるかどうかから調べるんですよ。それでは新しい本が、新しいジャンルが生まれないですよね。どっかの出版社がある本を出して売れたから似たカテゴリーの本を作ろうっていう依頼をいただくことが多いんですね。それってどうなんだろうって、まあビジネスってそういうものかもしれないんですけれども、新しいものって類書がないと出せないんですよ。類書ってその似たジャンルの本ですね。類書がないとほとんど出せない世界になってるんですね。もしくは本の力で売れてるんじゃなくて有名人のネームバリューで売れる本しか出せない、名前のある人ですね。つまり YouTube の方がもしかすると良質なコンテンツがうぞうむぞうの中にちょっとかもしれませんけれども良質なコンテンツが含まれる、その量はすでに本の中にある良質なコンテンツの量を超えてる気がしてならないんですよ。つまり本って作り手からしても死につつあるのではないかなとちょっと最近思ってるんです。企画を出すたんびにまず類書って言われます。売れてる本しか作らない、売れてる本を誰かが作ったら真似た本しか作らない、書店に行くとそういう傾向があると思います。これでは媒体としての魅力は業界として失いつつあるのではないかなというふうに思いました。さてそろそろちょっと話まとめたいんですけれども、じゃあ本が生き残るためにはどうしたらいいかって話なんですが、もちろん学習の参考書とかいろいろな本残っていくと思うんですけれども、例えば地図なんかも壊滅しましたよね。誰も地図買わないですよね。そういうふうに壊滅せざるを得ない本もあると思います。カテゴリーとして、で本が生き残るためにはどうしたらいいか、生き残る必要があるのはかどうかっていうのもちょっと考えるべきだと思いますが、今回はそれはさておき、僕のカテゴリービジネス書の中でどうすれば本売れるのかなってこう考えた時に、最近ちょっと思ってるのはゲーム機なんですね。スマホのゲームにやられちゃって据え置き型のゲームはダメになるって言われたんですが、またちょっとぶり返して元気になってます。まあそういう流れ、まあちょっとゲーム機、スマホのゲームとテレビの据え置き型ゲームと本と YouTube はちょっと
ちょっと同じ土俵で比べていいかどうか微妙なんですけれども、まあそういう事例もあるということで、本生き残るためにはどうしたらいいかなってことを僕なりにちょっと考えてみたんですけれども、このビジネス書のカテゴリーにおいてですね、やっぱりですね YouTube の動画と本を連携させていく以外ないんじゃないかなと思うんです。つまり今まではブログで書いて受けた内容をまとめて本にするっていう流れ結構あったんですよ。それもいいと思うんですが、同じなんですよね、コンテンツが両方文字ですから。でも YouTube って説明動画の声じゃないですか、基本的には声と、まあ、テロップとか、まあ、図とかも入れられますし、まあいろんな動画ですよね基本は。で動画で話したコンテンツをもっと詳しく説明するとか、もっと論理的にいろいろ解説していくという本を YouTube は先で後から本という形で作るのが結構このビジネス書のジャンルではいいのではないかなというふうに最近思っています。つまりメディアミックスというかコラボレーションですけれども、その形、まあ少しずつそういった事例も出てきていますけれども、そんな形で YouTube を保管する媒体として本を作るっていう、 YouTube 以外でももちろんいいんですよ、動画配信ですね、動画を保管する媒体として本を作るという手もあるのではないかなというふうに思っています。はい、以上 YouTube が本を駆逐するかもしれないという動画でした。お楽しみいただけたでしょうか。若干問題提起ができればなと思ってるんですが、実は近い内容を Yahoo ニュースにも書こうと思っています。もしよければそっちもご覧いただいて、動画と文字どっちが分かりやすいかなとか皆さんも考えていただけると非常に嬉しいです。